1976年にデビューしたエスプリはロータスヨーロッパの発展系だ後半バックボーンフレームに強化プラスチック製ボディをのせるという手法はロータスの伝統でスタイリングはジュージアーロ氏率いるイタルデザインが手掛けたエンジンはフォード製直列4気筒をロータス自身がチューン当初2リットルだった排気量はシリーズ2を経て 最高出力163馬力の2.2リットルへと拡大された80年代に入るとライバルたちに対抗するためエスプリはさらなるパワーを必要とされたとはいえ排気量アップは限界だったためギャレット製ターボチャージャーを装着それが1980年にデビューしたエスプリターボで 最高出力は馬力まで向上1986年には圧アップで馬力となる1981年には NA モデルがターボモデルのシャシーに統一されシリーズ3へと進化した1987年エスプリはジュージアールのデザインを現代風にモダナイズした自社製ボディーへとスキンチェンジ。 その新しいルックスでの初めてのターボモデルがターボ HC だったその後もエスプリは燃料供給をインジェクション化するなど進化を続けるしかし90年代後半になると4気筒ターボでのパワーアップはついに限界に達し1996年にはエンジンを3.5リットル V8 ツインターボへと換装した 最高出力350馬力馬以上を発生するこの V8 ツインターボモデルからは V8GTV8SE という2つのモデルが生まれたラグジュアリーな SE に対し GT は5 5キロ軽い軽量バージョンという位置づけである1999年にはホモロゲーション取得のための限定モデルスポーツ350を販売。 車1300キロという軽量仕様だった。